FM ギノワンをお聞きの皆様、せーの、こんにちは。バラバラだな、本当に。まだまだ ね、2回目なので、ちょっと慣れって大事よね、うん、そうですね、はい、ですけど、もう読みなお前。時刻は午後3時を回りました。なんか私の声変じゃないです、うん、大丈夫、普通です、うん、あ、変わったことはないですよ。なんかヘッドホンが変なのかな、うん、午後3時を回りました。 79.7MHz、はい、FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。はい、毎週金曜日の担当は FM ギノワンの玉木とマルキオビルのこうちゃんとマルキオビルのしょうちゃんでーす。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、FM ギノワンではですね、うん、はい、すいませんな、髪を、あ、いや間違えた、お願いします、いや、お願いします、こうちゃん、あ、OK、はい、FM ギノワンではですね、はい、電波の他にもユーストリーム、ツイキャス、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。はい、はいはい、FM ギノワンのホームページから簡単に開くことができます。ぜひお楽しみください。お願いします。お願いします。うん、いや、台風ですね。ちょっと過ぎてはいるんですけど、うん、まだ雨が過ぎて、過ぎてよかったよ、本当に。当たらないでね、うん、来てほしかったっていう人もきっといるでしょうけれども、まあ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 、学生とかは多いかもしれないですね。絶対来てほしかったかもしれないですね。いやいやいや、でも結局ね、何もないことが一番ですから。本当にもう本当にざっくり言いますけどね、はい、怖いですからね、うん、台風。危ないよ、本当に台風って、はい、なんか怖い思いしたことありますか、台風で。怖い思い、はい、まあ、怖い思いと言いますか、はい、この、うん、まあ、去年か一昨年ぐらいの台風の時に、はいはいはい、なんかこの僕の、うん、まあ、こうちゃんの方の家の近くでですね、はいはい、まあ、車がもう本当にもうひっくり返ってたんですよ。わ、3台 ?3 台ぐらい、車が。すごいですね。バーンってひっくり返ってて、うわ、だからもう車の持ち主もうあれですよね、もう仁王立ちですよね、みたいな。仁王立ち、あら、まあ、ってもう、僕らの車は大丈夫だったんですけれども、うんうんうん、あら、仁王立ちってすごいな。呆然よな。まあ確かに呆然としちゃいますね。そこで、でも堂々とする必要ある。なんかそう、堂々とする必要がある、ここでは。なるほど、うん、あら、ひっくり返っちゃったみたいな感じ。すげえな。なんか沖縄の方はやっぱ台風に慣れてる感じがありますね。そうなんですね、うん、それは俺もあると思います、うん、慣れてる、慣れてるし、はい、なんかね、若い子にありがちなんだけど、はいはいはい、台風の日ってなんかテンション上がるんですよね。うん、若い子にありがちというのは若い子だけかな、なんか学生とか、まあ今でもなんですけど、うん、なんか台風が来るとめっちゃ楽しくなるんですよ。なるほど、楽しくなりますね。しかもいろいろお店とか閉まってるんですけど、はいはいはい、この空いてるお店に行って、まあ、ラウンド1ぐらいとか行って、うん、なんか台風の日にめっちゃ遊ぶ、うん、もうそれが最高の台風の日の遊び。なるほど、はい、よくボーリング場に集まりますね。そうなんですよね、沖縄の人。そう、台風の時ってみんな飲みに行くじゃないですか。飲みに行きますね。そうそうそう、飲みに行くし、とりあえず前日飲みに行く、うん、もう明日台風、いや、もう本当に台風来なかったらこの人たちどうするんだろうなって飲んでるんですよ。やばいよなあれな、うん、本当にやばいと思う、うん、お前やばいしか言ってないけど。じゃあ、あの、だからあの、5時、あれだろ、お前自分で笑いながら喋んな、お前。じゃあ5時、5時ぐらいから、うん、あの、飲み始めるさ、うん、で、飲み始めて、なんか、いや、明日台風だから大丈夫だろってなって、この12時ぐらいまで飲んで、で、で、返すんすよ。うん、あ、前自分居酒屋やってたんですけど、返すっていうのはお会計終わらせてもうお店終わりますよってことな。お店の人も早く帰りたいですからね、うん、この台風の日は。そう、これ言っちゃおしまいよ、本当に。すぐ帰りたい。そう、で、帰らして、このいや明日は本当に台風来るかねって話してたら、うんうんうん、台風それたと。いや、それてね、もうバス回ってると、うん、回ってます、うん、もうだから本当にさっき言ってた、もうカツレが言ってたように、あ、こうちゃんが言ってたように、うん、もうこの日仕事だったらどうするんだと、うんうん、お前長々とよ、うん、俺と同じ話すんな、お前。ね、何それ。そうだね、戻ってきたね。びっくりした、進むかなと思ったら戻ってきちゃったね。くるって回って、台風それたらどうすんのかな。行った行った行った。びっくりする、うん、
言いましたね。どうしてんだから、うん、マジで。いやでもそこはやっぱ沖縄の方ですから、あんまり二日酔いとかしないんじゃないですか。どうだろう、そんなこともない。たまちゃんさんは飲んだらどうなります？いや私も、うん、ビールを3杯以上飲まなければ二日酔いしないってことが最近分かりまして、はい、なので、まあ、そこビールは 1,2 杯にして、うん、他はまあゆっくりハイボールとかそういうのを飲むと意外と二日酔いしないので、まあそういうなんかちょっとあの自分のレベルが分かってきますね、うんうん、このね二日酔いするかしないかって、はい、このまあ量はもちろんなんですけど、うんうんうん、まあ、それ以外にもなんて言うんだろう、この色がついてるお酒は二日酔いしやすいらしいです、はいはい、あ割合しやすいみたいね、というとどういうこと？ビールとか、だから言ったウイスキーとか、うん、色がついてるお酒は残りやすいんですって体に。あ、そうなんですね。そうそう、それで二日酔いしやすいらしいんですよね。透明のな、言ったら泡盛とか、うん、焼酎、焼酎とか、うん、ああいう透明なものだと、うん、そう、二日酔いしにくいと。でも泡盛飲んでね、割合しちゃうっていう人もいっぱいいますから。強いですからね、泡盛自体が、うん、量飲むんだろうな、うん、まあ割合でしょう。この青森飲み方の、うん、お前何対何で割る？お前、俺あんまりね強すぎ、青森自体の味が好きじゃなくて、うん、飲むときはもう割って飲みますね、うん、3対7とかちょっと青森弱めで、弱めでな、うん、な長時間飲めるように。そう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 、そういう飲み方大事ですからね。いいよ、大事ですね、うん、ということで、はい、オープニング、あ、すいません、はいはい、全然全然オープニングナンバーのお時間なので、うん、いきたいと思います、はいはい、ですね、ちょっとしょうちゃんからリクエストいただいたのがライブラリーにないみたいなので、あ、お電話でリクエストいただきました。はい、サマシタのニーニーよりリクエストいただきましたので、はいはいはい、こちらの曲をかけたいと思います、はい、曲がですね、テレサテンさんの別れの予感です。ちょっとなんか音でかい気しますよね。めっちゃ漏れてるから。あ、ラジオ今日も頑張ります。ありがとう。あ、萌えびちゃんだ。うん。台風ハロハロ。前の職場は台風真っ只中なのに社長命令で台風対策。大変ですよねこの台風対策。ああ。でもお二人も台風来ても金曜日。来ていただきたい。いや全然台風対策しに来ますよね。沖縄も任せてくださいちょっと男手があんまりない。はいはい、任せてください。一応もう飲んでたらすいませんけども、はい、あ、じゃあみんなでちょっとでもこっちで飲めたらいいかもしれないですね、マジで。あ、こっちで、飲んだらめっちゃ気持ちいいんですよ、ね、え、絶対こっちで。一応飲んだことあるんですか中で。あ、私はないですけど、もともとあれだったんですよ、バーみたいな、うんうんうん、すごい人気だったみたいです。なんで潰れちゃったんですか、うん、まあいろいろあるんだろうな、大人の事情だろうなきっと。台風の事情か、トタン屋根が飛んできて死ぬとも危ないな。私も鉄板が落ちてきたんですよ、うん、鉄板てか、まあちょっとやっぱテンション上がって出かけようとするじゃないですか、はい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 、したら家出てちょっと 2,3 歩歩いた瞬間になんか上から鉄板、まあ薄いやつですよ、うんうん、あと落ちてきて、当たってはないんですけど、目の前に落ちてきたんで、もうそれから台風の日は外に出ます。あら、危ねえ。危ない。台風の時本当に危ないです。運転。本当にね、本当に危ないです、うん。俺富士で前働いてて、はい、このバイト先が、はい、これなんだろう。あ、やばい、始まる。あ、大丈夫か。テレサテンの曲は長いみたいな。で一応なんか。俺そう家消えちゃったんですよ、ガソリンが。だけどガソリンスタンドマジで開いてんから、うん、やばい、ガソリンスタンドないけど出勤しないといけんし、遅刻しそうだし、いいゲージだし、どうしようみたいな。あ、ギリギリな浦添、じゃ那覇越えたぐらいの330の入って、うん、入れて、うん、助かったけど、うん、なかったら地獄だったな、本当に330で雨風揺れて一人で車の中で待機って大変。あれ、その時俺も一緒じゃなかった？お前一緒じゃない、俺一人一緒じゃなかったか、うん、終わった。誰かの車押したような記憶があるんだよな。台風の中ですか？ああ、へえ、誰だろうな、ゴーパッチぐらいで、うん、誰か
その時いろんなやついたんだよな。森島大輝じゃないか。すいませんね、地元の友達なんですけど森島大輝だと思う俺は。変な道に入ってからよ。この森島大輝の車、あのサトウキビ畑に落としたからな。あいつ落とした。いけるな、あれな。お前いたっけ。一緒一緒一緒。いたいた、うん、あれ面白かったな。面白かったな。もう俺たちしか分からんけど完全に。すいませんね、うん、あいけたな。サイドミラーもうバッキバキだったからな。助手席に乗ってるやつ、車のサイドミラー窓開けて持っといて車走ってるから。そう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 、整備不要で捕まるって言ったら。懐かしい。そうだから、こう歌の名前って何でしたっけ。 この歌ですか、はい、別れの予感です。別れの予感。え、切な。CM 行きましたね。はい、はい、なんか今度あれですね、お二人のこの別れのお話とかもしてるし、ま、何ですか別れのお話って。こういう悲しい思い出があったよみたいな。なるほどなるほど。別れの話。CM 行きます。別れいっぱいしてるもんな、前な。なんかずれ。水飲んでいいですかね。はい、どれくらいで終わります？ CM 2分あるので。水飲んでか。あと1分40秒です。大丈夫です。1分40秒あったら3倍ぐらい飲める。お、じゃあお天気お願いしますね。はい、やん。水飲んだらお腹痛いです。天気、天気はどこで見るんでしたっけ。上の方のタブがあると思うので、それで。あら、鹿児島は雨、沖縄も雨ですよ。タブタブ、いやだ。これだろ、これ。これこれこれ。これか。そうそうそう。近か。うん。近か、近か、近か。1分です。はい。修学旅行とかやっぱり九州ですか。九州でしたね。そうですね。九州行ったことないんですよ私。もっともっとどこの。福井です。あ、福井か。で、九州行かないんだ。九州行かないですね。でもこの本土の人たちの修学旅行って大体沖縄とかじゃないですか。高校の時は沖縄に行きました。そうね。でもちょうどこの梅雨時期に来るのが多いんですよね。うん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 。なのでなんかあんまり楽しめずどんなかわいそうに。じゃあ行きます。そっか、はい、梅雨時期に来ちゃうのか。サウスブリアス。じゃあ最初は私が振りをしてからお願いします。はい、この時間は沖縄県中南部地方のお天気、道路交通情報をお届けします。はじめにお天気情報をお伝えします。よろしくお願いします。はい、しょうちゃんね。はい、しょうちゃん行きまーす。ですね、今日はですね、南の風やや強く曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴う、波4メートル、うねりを伴う、もう、波もうねってると。何だそれ。波もね、で、降水確率がですね、はい、12時から6時までが、60%、 もう今ですね、うん、まさに真っ只中 60% も降りまくってますもんね、さっきから。いや、やんでるな今。さっきはめっちゃ降ってた、ね、さっきめっちゃなんか降ったりやんだりが激しいですね。で、また6時から12時まで、夜の24時ですね、18時から24時ですね、はい、これもまた 60%。 あら、もう台風の影響でしょうね。そうですね、これ降りまくりっていうか、日中のね、最高気温が31度、はい、
うん、結構暑い。暑いですね。うん、結構暑いよ。今日は金曜日なので、はい、この週末土日の天気もちょっと教えていただいてもいいですか？土日の。はい。はい、じゃあ明日9日の天気ですね。はい、南の風やや強く、はい、曇り、昼過ぎまで時々雨。はい、波4メートル、うねりを伴う。またうねってますね。うねってますね。うねってるな。これも風の影響でしょうね。そうですね。台風じゃん。ですね。明後日はどうでしょうか。明後日は南の風やや強く、はい、曇り、一時雨、うん、波4メートル、うねりを伴うと。おお。雨ですね。週末。雨ですね。残念ですね。結構いいもう週末なんですけど、7月にも入って。はい。お二人なんかこの夏やりたいこととかあります？ビーチパーティー。ビーチパーティー。もう最高。最高ですね。ここから FM ギノワンからね、はい、ギノワンの海見えるんですけれども、うん、これ何ですか？太平洋？何の大西洋みたいな、何ですか？これはあの東シナ海ですね。あ、全然違う。東シナ海よな。はい、だってや中学とか高校の校歌にも東シナ海って入ってたもん、はい、うん、歌ってたもんな。そうなんですか？歌ってた。校歌に、校歌に入ってたんですよ、東シナ海って。なあれ、ギチュ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 。あ、そうなんですね。そうそう、ギチュなんです。ギチュはい、ビーチパーティーいいですね。やりてー、遠くからビーチで泳げます？お二人泳げます？ビビるぐらい泳げます。死に早いですから俺。平泳ぎ、平泳ぎ早いですか？デージ早いよ。高校の時に、はい、これいいですか、すいません。高校の時に体育の授業で1組2組3組の男子の中で平泳ぎ一番早かったっす。そこに尻運動できる宝力っていう双子がいたんですけど、こいつらを抑え堂々の1位ですから。こいつらが水泳とかやってるやつなんかいたっけ？うん、誰もいない。それは誰もいないよ。あ、じゃあ違うな。してる人、うん、水泳部とかないけど。へえ、こうちゃんは別に水泳部だったとか、水泳部習ってたとかでもないですね。独学。おお、完全に。へえ、そうなんです。すごいな。デージ早いし、デージ泳げる。じゃあ海行ったら泳ぎたくなっちゃう派ですか？いや、もう、はい、泳ぎたくなっちゃう派ですけれども、もう最近はもうもっぱら酒だけでいいから。あら、まあ、酒に溺れるみたいな。海には。うまいこと言う。うまい。うまい。うん、でもね、酒は溺れないように、ほどほどにね。うん、飲んでいきましょう。はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて道路交通情報をお伝えいたします。はい、まず、沖縄自動車道ですが、ですね、北の方から行きますね、はい、沖縄道下り巨大インターチェンジ付近で工事が行われています。続いて沖縄道上り金インターチェンジ付近で故障車が出ています。続いて沖縄道下り夜間インターチェンジ付近でこちらも工事が行われています。はい、はい、そして沖縄道下りですね、うん、中城パーキングエリアで、路上障害物ということで、はいはい、何か落とし物かなんかかな。それか台風の影響でちょっと木の枝とかが飛んできてるのかもしれないんですけど、はい、ちょっとあるみたいなので、あまりスピード出しすぎないように気をつけください。はい、風も強いですからね、はい、高速道路だからといってスピードを出しすぎないように注意してください。はい、続いて一般道をお伝えいたします。はい、一般道はですね、うん、国道58号線牧港を先頭に渋滞が発生しています。はい、こちら那覇向きですね。那覇向き牧港を先頭に渋滞が発生しています。はい、また逆方向茶壇向きで城間交差点を先頭に渋滞が発生しています。はい、はい、国道58号線は一部渋滞が発生してますね。うん、そして県道34号線大蛇名から前原にかけて、はい、こちら長い渋滞が続いています。気をつけください。うん、長い渋滞ですからね。はい、長いですね。そして330号線、うん、こちら漬け欄交差点石田交差点の間でこちらも渋滞が発生していますのでお気をつけください。うん、こちらちょっと工事の影響で混んでるみたいですね。はいはいはい、工事してんのか。うん、漬け欄付近で工事が行われているので、また工事か。はい、混んでいるようですね。以上、お天気そして道路交通情報をお伝えしました。はい、はい、ということでですね、うん、メールが来ていると思うんですけど、はい、見れます？はいはいはい、はい、読んでいただけますか？わかりました。はい、お願いします。はい、これは、うん、お名前は何だね、これ。こっちだった名前は
どこに書いてるんでしたっけ。名前一番下の方ですか。じゃあバッテリー残り 58% 上に書いてる。どれどれどれ怖い。上から読んでもらって大丈夫ですよ。あ、サダールさん。サダールさん。あ、いや途中でちゃんとあのラジオネーム言ってるから上から読んでもらって大丈夫ですよ。オッケーオッケー。はい、ターマ、はい、ブチュ、ブチュ、マルキオ建設のお二人さん、おいっす。いやいや、マルキオビルな、おいっす。お願いします。エコザイルですか。はい、今日は雨だね。雨だよ。流し方すごい。ドリフト日和だね。軽トラはリアが軽くて空にたとタイヤがすぐ滑ってドリフトマシンになってるさ。 いい子の皆さんは真似しないでください。はい、さてテーマはフラーだったよね。え、フリー。じゃあこのネタ行こうね。前の職場にいた時、自分の乗るトラックがエアコン壊れてたわけ、はい、で社長に修理する許可もらったら修理代高いからダメって言われて、そのまま夏場を迎えた、うん、そして荷物積んで移動中にバイトの子がプチ熱中症かかりましたとさ。熱中症。暑い中荷物運んで移動中もエアコン効かない車内でとなったら、慣れてる自分はともかくバイトは我慢できないからね。その後ちゃんとエアコン修理しましたとさ、うん、じゃあ後からやということでね、メッセージいただきましたけれども、はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。お二人熱中症体験したことあります？僕はないんですけど、うん、ある熱中症翔ちゃんは。ないな。ないですよね。皆無、うん、でも、うん、まあ本当に今年もマジで多いらしいですからね、熱中症です。うん、しかも今年の夏はめっちゃ例年に比べてとっても暑いらしいじゃないですか。うん、うん、そうですね。あ、らしいね、言ってたね、うん、気をつけないと、うん、もう帽子かぶったりね、日陰に行ったり行ったりね、うん、気をつけてくださいね。はい、お二人部活とかやってなかったですか。やってましたよ。何部ですか。僕こうちゃんはもうずっとサッカーやってました。サッカー。あ、サッカー。うん、翔ちゃんは。翔ちゃんはですね、野球やってバスケですね。へー、うん、野球やってバスケ、うん、野球やってバスケ。ね、バスケの方が長いでしょ。でもそうだね、バスケの方が長いですね。うん、このね、室内とかでもやっぱり熱中症ってかかるもんなの。熱中症なのかな。でもなんかな、倒れたりはするな一応な、うん、これ何なんですかね、うん、疲れ疲労。いや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 、室内もかかりますよ、熱中症って。あ、そうなんですか。うん、普通にまあ汗とかはかくので、うん、室内にいてもエアコンとかかけてても汗とかはかくので、はいはい、それでやっぱちゃんと水分補給しないと、室内で運動していないとしても熱中症にかかる方はいらっしゃるみたいですよ。よかったな、かからんで。いやでもなんか酸欠みたいな、うんうんうん、にもなるし、まあ一応きつかっちゃっちゃ きつかっちゃっちゃ。これ間違えたわけじゃないの、決してな。あ、こういうもんだもんな。狙ったよ。きつかっちゃっちゃ。狙ったんだよ。うん、もういいんで、いいんで、芸人ですよ。言うな自分で。気持ちの悪い。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、じゃあツイキャスもいっぱい来てるので、うん、はい、紹介していきましょうか。はいはいはい。します。はじめはさくらさんから来てますね。うん、台風の時トタン屋根が飛んできて死ぬと思いました。あら、あらま、これ気をつけないとね、うん、どう避けたのかが気になるけど。飛んできてね、右に飛んだ、ジャンプ、これ何、どうやって避けた。ドン、うん、止めた、それか受け止めただけシュッとってね、うん、ありがとうございます。忍びみたいな。本当に何でも飛んできますからね。本当に気をつけた方がいい、うん、台風って本当になんかもう飛んでくるな、看板とかね、うん、はい、本当に飛んできました看板、うん、気をつけないと。屋根も飛んでくるし、葉っぱも飛んでくるし、うん、葉っぱはね可愛いもんだけどな、飛びやすいやつだからな、やつは木の枝とかすっごい怖いですよね、尖ってるんで、うん、本当に台風の時は出ない方がいいですね。おすすめです、はい、お家でね、ゆっくり、うん、普通ならばな、どういうなんか意味深な言い方。気にしないで、気にしないで進めてくれ、うん。お願いしますよ、ともちゃんさん。はい、続いて、はい、前の職場は台風真っ只中なのに社長命令で台風対策してたの。あれ、これなんか読みましたっけ。なんかちょさっきの多分あれか、うん、あのメッセージ、うん、な、うん、そうなんですよね。お二人なんか台風対策お家とかやります、毎年。いや、やりますよ、台風対策。どういうのやりますか。え、やらないですか、ベランダとかにあるものを、はい、くくって隅っこに寄せるとか。あ、なるほど、外にある花壇玄関に入れるって。あ、なるほどなるほど。え、これ絶対やるでしょ。それはやるな。やらない人いる、台風対策。いや、もうそれやらないとバカでしょ。いや、
絶対やるって。やるよやるよ。あとなんか買いだめとかします？買いだめね、うん、これどうなんだろう、しますしてます？いや私しないですね。とりあえず水さえあればいいかなって思うんで、水はサバイバルしてる人みたいな。なんかこの水さえあればいいって無人ともにいいな、なんかな、かっこいいけど。断水って怖いじゃないですか。まあまあそうですね、まあ、なので水はちょっと準備はしようかなと思いますけど、それはまあいつもあるものなので、うんうん、特にこれ台風だからといって買いに行こうとかもないですかね、まあ、買いに行こうっていうよりは、うん、なんだろう、台風の時にもしですよ、まあ、言ったら悪いですけど、はい、ちょっとテレビがあまり自分が見るものがなかった場合、うんうんうん、どう過ごしてるのかなっていう、このお家から出ないんだったら。そうだな、そうですね、うん、DVD 鑑賞ですかね、やっぱりみんな。そうだろうな、すっからかんなりますよね台風の時は、うん、お、もうびっくり。まあ録画してたの見たりとかまあしてるだろうけれども、うんうんうん、そっか。でももし台風来てたら、はい、ビデオ屋さんとか閉まってる。そうだばよ。え、でもツタヤとかって開いてる？結構開いてますよ、やっぱあの稼ぎ時なので。そっか、そっか、そっか、開いてます開いてます。ユニオンとツタヤは開いてんのか。ユニオンはな絶対開いてるからな。あ、最強だもんな。でも一回私が沖縄に来てから、はい、閉まったことありますよ、ユニオン。あの、はい、マジか。あのユニオンが。そうなんですよ、閉まりました。あのいつだったかな、もう本当に来たばっかりの時だったと思うんで、3年前か4年前のすごい大きい台風が来るよって言われてた時に、三栄もユニオンもイオンも閉まったと思います。あら、大変だな。大変です、すごいな、あのユニオンを、うん、あの絶対的な信頼を置いてたのに。そうそう、でもコンビニは開いてました。あ、なんだっコンビニ、なんか今のなんだって。じゃあこっちは俺ちょっと変、もう俺自身がちょっとユニオンになってってよ、うん、なんかコンビニに負けたみたいな気持ちになってしまった、はい、あ、お前自身がユニオンで、うん、でコンビニが空いてることによって、うん、お前が、あ、俺負けてしまったっていう思ってしまった。やばい、バカタレかお前。どういうことよ。悔しかった。まあ一応な、悔しいな、うん、もう沖縄といえばユニオンさ、うん、すごく悔しい。沖縄といえばユニオン。そうね。それを持ってるの俺だけ、もしかして。いやいや、沖縄といえばユニオンですよ。ですよね、うん、24時間空いてるのがコンビニ以外にあるっていうのが、そうそう、素晴らしい。びっくりです。本当に安いしね、うんうんうん、ぜひね皆さんユニオン行ってみてください。はい、いい品いっぱい。 CM 来ないかな、ユニオンとかから。ああ、いいな、うん、来たらもうめっちゃユニオン上げていこうぜ。マジマジな、うん、お願いします。ですから、ですから。いや、ユニオンって言わんと、いや、ですからだけだと分からんだろ、お前。ユニオンですからのやつだわ。じゃあメールがもう一通来てるので紹介したいと思います。はい、たまちゃん、マルキオビルのお二人さん、はい、サザンブリーズお聞きのリスナーさん、はい、今、スカイマークの中からチーズ。おー、チーズ、チーズ、チーズ、チャラ、チャラいな。そう、名前、お名前がですね、チャラい AKB ファンさんから。なるほど、ちょっとチャラめに行こうと思います。はい、今日のテーマはフリーということで、はいはいはい、あなたはお風呂派ですか、シャワー派ですか。あ、ですね、なるほど。どうですか、お風呂浸かります？湯船に行ってます。湯船ね、これ僕は浸からないです。そうですよね。翔ちゃんは？翔ちゃんはね、うん、髭だけ浸かるとか。あ、顎だけパーって出すな。おい、髭だけバカにしてんな。してないですよ、してないですよ。逆にこの風貌でバカにさない方が辛いだろ、お前。おー、ありがたい言葉だよ今の。おー、ヒゲはバカにするな。絶対的な自信持ってるから。なるほどなるほど。ヒゲに関しては、うん、どうだっけ、だから湯船、まあまあ、湯船、自宅じゃないですか、うんうんうん、溜めてる時があるんですよ。あ、なるほど、親がってこと。そう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 、うん、親が溜めてる時があったら入りますね。もうもちろんザッパーンって、へえ、ザッパーンってな、ヒャッハー、風呂が上がってやがる、ザッパーン。ごめんなさい、翔ちゃん今何歳か教えてもらっていい？24歳。黙れお前。なんかそれ。すごい。いいじゃん、こんな24歳がいてもさ。そうな、そうな、そう、素敵な24歳ですから、ね、親御さんでも貯めるんですね、お家で。なかなか聞かないんですけど、うん、台風の時にお風呂。台風の時に、台風だ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 、ちょっと概念が限定なのかな、なかったかな。何、ちょっと天然出してくのやめて。すいません、すいません、うん、私天然キャラじゃないんで。たまちゃん、たまちゃん、はい、振り回そう、振り回そう。このね、挟んでるこっちで、ね、うん、振り回そう。何をよ、俺をってことな。そうそうそう、いやいやいや、ね、そうですね、そうそうそう。あ、でも、うん、どうだろう、まず沖縄県民自体にそんなにね、湯船に浸かるっていう文化が、そうですよね、ないと。マジで、うんうんうん、ないと思うよ。だって嘘、うん、
暑いから結構入ってたよ、うん、ちっちゃい頃から。へぇ、湯船使って、おほんとに、で湯船使って育ってきたお前は今現在どうなってるわけ、うん、もうあれよ、何ですか、落ちるところまで落ちちまった、落ちちまったそんなことないってお前はやれてる、大丈夫大丈夫、じゃあ、あれよ、なんか、うん、落ちるところまで落ちて、うん、もう今から起死回生、あ、もう あとはな、うん、上がっていくだけだから、ね、そうよそうよ、もうマイナススタートだから、うん、お前はそうそうもうだからあれもう思ってたんだな、やっぱり思ってたんだな、お前プラスになっていくしかないよお前、この野郎いやいやいやねえ、いや、いいよ、ありがとうございます。それで本当にこっからだからさ、うんうん、どんどん上がるだけ、あとは、はい、そう、お、すいません、なんかちょっと気になったなったら、はいはいはい、いいですか、ねえ、誰だろう、昨日まで暑かったから30度でも少し肌寒く感じるって、うん、そんなリオンさんですね、うん、リオンさん、そんなことはない、うん、絶対ない、暑い暑いですよ、本当に肌寒く感じてるかな、え、でも窓開けたら俺涼しかったけどな、うん、こう湿気ってやっぱりもう暑いですよね、うん、なんかにちゃにちゃ、にちゃにちゃ、なんて言うんでしたっけ、むちゃむちゃか、むちゃむちゃ、あ、そっか、むちゃむちゃって沖縄の人しか言わないもんね、そうです、そうです、方言、うん、そうそうそう、むちゃ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 、ねちゃねちゃも、ねちゃねちゃ、ねちゃねちゃ言いますよ、あ、ねちゃねちゃは言います、うん、なんかベタベタとかそういうことですよね、ねちゃねちゃもだからそういうことだから、はいはいはい、何だろう、はい、何の話からこうなったんだ、いや、あ、掘り返さないと、まあ、ツイキャスでこういうコメントもありましたということではいはいはい、はい、じゃあこのメールと一緒にリクエスト曲いただいていたので、はい、リクエスト曲かけたいと思います、はい、チャライ AKB ファンさんからのリクエストで、何やって、コメコメクラブロマン飛行です、あ、いい、素晴らしい、チーチーカーカー、あ、チーチーカーカー言うな、喉乾くみたい、チーチーカーカーってわかります、チーチーカーカー、あ、わかりはしますけど、うん、最初聞いた時何って思います、まあ、それそうだろうな絶対にうんうんってなりますもんね、チーチーカーカー、面白いですよね、なんかでも、じいちゃん、ばあちゃんたちが喋ってるの聞いたらマジで何言ってるかわかんないですね、わかんない、黄色い顔の人が早い、一緒の沖縄県民から疑うよ、すいませんね、僕はバレー部でしたが、風とボールが若いから窓を閉め切った、あー、なるほど、うーん、窓を閉め切るから、体育館でのこのボールがな、風で動いたりするから窓、体育館の窓を閉め切った虫風呂状態、熱中症になっても始めた、うーん、大変だな、きついよ、あ、もうバドミントンとか地獄だな、本当ですよね、うん、あれもう絶対風で、このあれが、なんて言うんだろう、はい、まあでも、バスケのきつさには負けるけどねどお前走り回らないといけない、そうな、バスケきついよな、うんうん、いやでもどのスポーツもきついだろ、バドミントン死にきついよ、本気でやったことある一回ない、半端じゃない、ランドンでやってからよ、おこのあ、やってたのなんか先輩に先駆けバーバニアっていう先輩の余儀さんっていう人とシャニバドミントンやったんですけどありえんぐらい乳酸菌たまるんですよね終わり、めっちゃ汗かいてたよなあちゃんこれやってると本当にすごいなと思った。オグショーよオグショー。あいつやばいよ。このユウさんみたいな深夜の星空さん、ユウアットマーク深夜の星空さんのアイコンみたいな、これターマーさんじゃないですか。そうなんですよね。あ、本当だ。ターマーさんのこと好きなんだ。ファンの方か。俺たちと一緒に喋ってるから嫉妬してるから大丈夫かな。ね。嫉妬しないようにね。ごめんな。謝ってるから。よどちたな。怒らないでくださいよ、うん、怒っちゃダメだから怒ったらダメだよ、何事もね、あ、笑顔で、おお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 お、私これ最近できるようになったんですよ、指パッチン、はい、これ嬉しくてもずっとやってたんですよ、うまいなあ、右手はできなくて、左手が、左利きっすか、じゃあ、うん、右利きです、え、特質系だ、これうまいよね、うまい、なんでこれ、コツとかあるないんですよ、もうひたすらやるしかないんですよね、そう、親指と中指にめちゃめちゃ力入れて、うん、あの、ずらすっていう、もうそれしかないよ、これもうひたすら練習するしか
なんか指の骨とかも鳴らせます？このこうグーグーで。昔は鳴らせました。今は全然鳴らせない。あーこれよ。デジ本当に痛い話なんだけどさ、この小学校ぐらいの時によ、俺めちゃめちゃちょっと喧嘩早くて、このなんか友達小学校の時友達と喧嘩する時に、でその時多分なんか不良の系の漫画見てたんだろうな、指パキパキ鳴らして強そうなやついるみたいな。ありますね。俺やって。ありもう一つもならんばん指一本もなんかただ手グーしてるのを手のひらで押さえてるみたいなやつになってる何してるのそれみたいになってあのあの指の骨鳴ると思ったって言ったから、笑ってから仲直りするっていうなんか謎のああ平和かよ平和になったばん手のひらだってグーでなんかこんなしてるからこれで凄みを出すつもりがパキパキって鳴らしてから俺強いな首もパキパキになりましたけど今からがゴングのこれがゴングの代わりだみたいな全然ならんから俺びっくりするぐらい CM いきまーす、はい、混んでるんですよねな牧港からはい、来ましたね330も混んでるんでしたっけ330は今言ってましたね OK じゃあ結局330から行けばいいマキ港じゃなくて、泊まり行かないといけない。いや、天仏、天仏、天仏。国際通りの方に行かない。行った一軒の意味。楽しみだな、でも、見るの。そうなの。初恋さんもな。絶対面白いだろ、これは。絶対面白いな。うん、行った方がいいよ。わーうわーうわー、うんうん。コメコメ。ちょっとお知らせ挟んでフリートークっていうかはい、あ、お知らせあなさないもう30、40分だな、もう早いね。あと20秒です。はい。犬小屋が実家用車のリアガラスに刺さって。あ、いや、実家用車のリアガラスに刺さって。ハリケーンは車内に。10秒前です。家ではないんだろ。ではここで FM 機能1よりお知らせをしたいと思います。横浜 DeNA ベイスターズを応援しよう。7月8日金曜日、今日ですね、那覇市にて開催される読売巨人軍 VS 横浜 DeNA ベイスターズ戦のパブリックビューイングで、横浜 DeNA ベイスターズの応援をしませんかということなんですね。ですね、両チームがキャンプを行う那覇市と宜野湾市で、東京ドーム以上に熱い応援合戦を楽しみましょう。ということで、今日の午後6時から9時まで、はい、雨降らないといけない、試合みたいですね。3時間の試合予定ですね。はい、開催場所がイオン那覇店1階の待ち合わせ広場、はい、とユイレール小六駅2階の連絡通路、あ、違うや生き方でした、生き方ひひってびっくりイオン那覇店の1階でありますね。かわいいな、ありがとうございます。ですね、行き方がユイレールの小六駅の2階の連絡通路が直結してるみたいなので、はい、ユイレールぜひ利用して行ってみてください。はい、この
応援をしようということでパブリックビューイングがあるんですけれども、はい、6時30分から DeNA のスターナイトユニフォームが当たるじゃんけん大会があるみたいなので、はいはいはい、もう DeNA ファンの方じゃんけんに勝ったら3名様にプレゼントするこということなのでぜひご参加くださいというお知らせでした。はい、ぜひぜひ参加してくださいね、はい、お願いします。ともう一個いきたいと思います。どうぞ。沖縄県女性の翼の会主催映画上映会チケット販売のお知らせです、はい、女性の翼の会は1984年に設立以来女性リーダーの育成と男女共同参画社会の実現を目指し活動してきました。あ、素晴らしい。男女共同、この度30周年記念の国際交流事業を行っておりまして松坂慶子さん主演のベトナムの風の上映会を開催いたします。はい、はい、この作品は新潟県出身ベトナム在住の小松美幸さんの原作で日本語教師として働く女性と認知症の母とのベトナムでの生活を描いたものです。面白いですね。はい、この上映会がですね、うん、8月21日まだあと1ヶ月ほどあるんですけれども、はい、8月21日日曜日の午後2時からとなっております。こちらのチケットをですね FM ギノワンでも販売しておりますのでご希望の方は FM ギノワンに電話、メールにてご連絡ください。はい、お電話番号は 098-943-0094 098-943-0094 です。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com となっております。はい、はい、以上 FM ギノワンよりお知らせでした。はい、ありがとうございます。はい、続いてお二人から何かお知らせございますでしょうか。はい、我々吉本沖縄のねマルキオビルからのお知らせなんですけれども、はい、はい、まあ、7月の14日、はい、はい、19時45分ですね、うん、会場20時開演の次世代ユニットライブ、はい、マンチャーマンチャーというねライブがあります。我々マルキオビルも出てますので、はい、前売りがね800円、当日が1000円となっております。で前売り券まだありますので、はい、欲しいよって方はねツイッターとかでもあの、はい、でね、やってますんでよろしくお願いします。そしてその次の日15日にも、はい、ウチナーライブ若手ネタランキングライブっていうのがありますのでね、はいはい、こちらもぜひチェックお願いします。お願いします。そしてすいません、あと一つなんですけれども、はいはいはい、こんなね後輩の我々が言うのもなんですけれども、今からですね、はい、まあ、19時でしたっけ。そうですね、19時ですね、19時から会場、初恋クロマニオンさんのね単独ライブが、はい、テンブスホールでありますので、はい、4階ですよ、うん、これ絶対面白いと思います、はい、僕らも見に行きますんで、はい、ぜひねお越しください。はい、はい、お願いします。お願いします。早速ツイキャスの方でさくらさんからマンチャーマンチャー行きたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。もうめちゃめちゃ盛り上げてやりますからギンギンだよ。お願いしますね、見に来てください。ありがとうございます。チケット欲しいときはお二人に直接ツイッターとかで連絡、うんうん、はい、連絡くれれば、はい、すぐに、うん、かっこいいと思った方にあの、うんね、すいません、これは本当にお願いします。かっこいいと思った方に、はい、かっこいいと思った方に、うん、あのね、DM でもいいですし、はい、そのままツイートでもいいんで、うん、お願いしますお願いします。これラジオなので一応声だけで判断していただいてもねいいかと思うんですけど、絶対にこっちに来いよ。何言ってんだ俺に来た方が勝ちだろ。おい翔ちゃん、そんなこと言ったらダメだ、無理だ声無理イケボって何、ね、イケボ難しい。どうやら僕に部があるみたいですねもういいよ終われ終わり方がないびっくりした。もう萌えぴさんも全部行きます、楽しみにしてますって来てますよ。ありがとう、ね、楽しみにしててください本当に。じゃあありがとうね、うん、なんかその喋り方はんそっか声だけだからお前いろんなバリエーションがあるってことを見せてるんだな。そうだよ、絶対負けんこ俺人間じゃないからさじゃあ何なんですかじゃあこれからどうしていきたいのお前は。これから、はい、まあもう人の皮をかぶって生きていきたいなとそう、早く人間になりたいっていうことね。そう、なんかもうね紛れたい、本当にもうバレないで人間じゃないっていうこと本当、うん、バレないよ俺絶対。いやーラジオやってたら無理ですよ、うん、もうバレちゃいましたねいいですよはい、じゃあまたメールが来てますので紹介しましょうかね。はい、沖縄コンビーフセンターさんからいただきました。はい、コンビーフ。はい、お三方こんにちは。はい、こんにちは。質問です。お三方が今履いているブリーフの付け心地はいかがですか。はい、追伸なんかお三方全員をブリーフを履いている設定にしてごめんなさいと来てますが、はい、はい、
この番組の名前がサザンブリーズなので、はい、よくね、ブリーフと間違われるんですよね。なるほどなるほど。それで、はい、ブリーフの付け心地はいかがですかと、はい、そうですね、うん、すごい腰のラインとかすごいしっかりフィットしてる感じですよね。やっぱり結構いい感じのブリーフ入ってますね、うん、ありがとうございますね。もう僕はね、はい、なんか至る所がなんかスースーしますね。あ、ブリーフ履いて、はい、至るどういうこと？穴が開いてるんですか？そう。なんでお前そんなボロボロのブリーフ履いてんの？新しいの買ってあげるから、ユニクロ行こう。はい、行きたい。やだ、これ気に入ってんだ。だからボロボロになるまで履いてるんでしょ。このブリーフが気に入ってんだ。うん、ありがとう。たまちゃんさん、どうですか？ブリーフの着け心地は。あ、私ですか？自分には来ないと思ってたから。そうよ、そうよ。来ないと思ってた。逃げれないかな。そうですね、うん、お腹冷やすと良くないので、ちょっと長めのやつはね。あ、はいはいはい、ね、女性なのでね、沖縄コンビューセンターさん ね、はい、満足しましたか？みんなブリーフ、はい、みんなブリーフ、これ入っているって何なんだ、もう分かんない。難しい漢字、むずまあ本当はね、履いてるっていう、うん、安心してください。履いてますよと。履いてますよ。差し入れでブリーフ渡した方がいいですね。持ってくんな。興味あるな。あ、誰が？お前ボロボロだから欲しいだけだろ。ユニクロで買ってやる。ちなみに本当にブリーフですか？いやいや、ブリーフは。ブリーフも履かないな。いつ卒業するんですか？これいつかな？小学校の頃は履いてた時もあったよ。ね、小学校は俺も入ってたよ。小2とか小3とかじゃない、うん、あ、まあそうだね。それからトランクス行って、はいはいはい、でもうボクサーパンツに切り替えるっていう、ねえ、なんかでもね、衝撃的だったのがやっぱり、うん、俺はこの瞬間だなと思った、はい、みんながこのブリーフからトランクに変わるとき、うん、トランク、あ、トランクスな、うん、トランクスに変わる瞬間でやっぱあれだね、はい、水泳の授業だね。水泳の授業な、 あそこで完璧に切り替わりますね。分かるぜ。あの、うん、あの時のトランクスへの憧れってやばいもんな、うん、やばい、絶対、うん、かっこええやんみたいな。トランクスって何かっこええ、かっこええ、名前もなんかトランクス5文字だし、ラ、うん、ンクス、ブリーフは4、まあ、防線入って4文字、ね、トランクスの勝ちですから完全に。そう、しかもね、悪いところはブリーフは個性がない。全部何ね、白とか、そう、純白すぎるから、純白なんていうのかな、トランクスは、うん、あの形でさらにいろいろな色や形、うん、あ、色やなんかね、柄があるから、うん、はいはいはい、ね、あれがね、もう差をつけたね、なるほどね、うん、ブリーフとトランクスの差がついたっていうのをね、ついちゃったね、しょうちゃんが熱弁していましたけれども、うん、そうよ、子供はあの光物とかさ、うん、リアクションが大きいやつ喜ぶから、うん、そう、そうなのよ。何、リアクションが大きいやつ。何言ってればお前。そうなのよ、うん、結局そうなのよ。そうですね、うん、そうそう、はい、ありがとうございます。じゃあこのトランクスから、うん、ボクサーパンツに上がるのは何なんですか？これあのパンツ、男のパンツでしょ、そんな気になる。私結構好きなんですよ。本当ですか？これ多分僕小学校から中学校に上がる時かな。あ、絶対、じゃあみ大体みんな3種類履くってことですかね。大体通ると思います。最初からボクサーパンツ履いてる人がいたらね、うん、ぜひ合わせてもらっていいですか？こっち側に、うん、3種類履く側に。すごいね、すぐにブリーフに履き替えて。これ段階踏まないと大人になれないから絶対。そうよ、うん、本当にそう。決してね、今我々がいい大人ってことじゃないですけど。男の三種の神器だから、ね。三種の神器。そうだよな。そうそうそう。ブリーフ、トランクス、ボクサーパンツ。うん、三種の神器です。で、死ぬ前はまあ紙おむつっていう。はい、これ4種類でいきますから。そうそうそう。はい。そう。紙おむつも通らないといけないんですか？そっか。あ、そっか。生まれる前、生まれてからもおむつ履いてるから。うん、確かに。あ、じゃあ5種類だ。5種の神器ですか。俺たち今から通るんだったら。おお、うん、5種類か。5種の神器か。100歳まで生きてやる。絶対、うん、そうなんです。長生きしたい派ですか？はい、別に あんまり何も考えてなかったですけど。そうか。早く死にたいですか？いやー、私はどっちかっていうとすっごい元気なうちに、はい、そうですね、なるほど、ぽっくり行きたいみたいな、うん、そうですね、70後半とかで別にいいかな。あ、でも70後半だったら全然長生きだと思いますよ。あ、でそれ男性と女性の違いじゃないですか？女性は結構80過ぎとかまで、生命力高いみたいですかね、女の人の方が長生きするんだ。そう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 、へー、そうなのよ、強いのよ女の人って、うん、なので男性が80歳まで生きてたら結構長生きだと思うんですけど、はいはい、女性は80歳とか結構多いと思いますよ。まあでもね、男性はタバコやら酒やらやりますからね、うん、それでまた
寿命の平均は下がってるらしいですよ、うん、これまあまあ女性でもまあいますけど、うんうんうん、それでもやっぱり女の人が生命力高いということで、うん、強いのよ、うん、すぐにね女強しでもやっぱあの働き方の違いみたいですね、うん、男性の方がやっぱ一生懸命毎日仕事行くので、そうなんだ、うん、これで期間も長いみたいですからね。そう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 、うん、それでもあるみたいですよ、やっぱストレスとか疲れとかが年々。じゃあすぐに仕事辞めたら長生きできるってことですか。もうまあ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 、簡単な話です、簡単な話。まあそうですね、すっごいやっぱ好きなことして生きてる方って結構長生き、あーいいですね。その喋り方やめて。いいですね。へとかさ、このかしこぶるというかなんかもう嫌だ。とっても嫌な気持ちする。それかわいいな。それかわいいな。とっても嫌な気持ち。いいな。もらった。うん、やってみてください。何やってみてってお前も。すごく嫌な気持ちする。いやとっても嫌な気持ちって言え。なんでアレンジする。今のとっても嫌な気持ちした。それそれ、そうなんかかわいいな、いいな、仲良しですね。そうですね、仲、うん、悪くはないと思います。じゃあお互いの好きなとことか。いやだいやだいやだ、なんでお互いの好きなとこって急展開やで、うん、ないです、まあ、誰が聞きたい、なかなか本当に私聞きたわい。お互いの好きなところなかなかね、なかなかパッと思い浮かばないんですよね。そうそうそう、うん、ありがとうございます。とっても嫌な気持ちする、とってもいいですね、使っていきます。いいよ、さくらさん、あなたは伸びます、これからどんどん。とっても嫌な気持ちするって後にね、またとってもいいってちゃんと使うところ分かってる。ああ素晴らしい、素晴らしい、完璧でございます。拍手。100点点ありがとうございます。マンチャーマンチャー来てくれますからね、さくらさん、絶対にね、マンチャーマンチャーでも言おうかな、もう、とっても嫌な気持ち、とってもね、とっても使っていきますわ。なんかどっちかっていうとなんかとってもの方が大事なんか言い方よな、だから、うんうんうん、この自分の言葉にどんだけ魂を乗せれるかですから。はい言い方ですね、うん、言い方ですね、すごい、なんか晴れてきましたね。お、ありがとうやったー、これね、渋滞も解消されるんじゃない。この前もこんな感じだったな、ね、うん、ここ来たら晴れるんだよ。おお、晴れ男です？もしかして。どうなんだろう、晴れ男ですか、ね、晴れ男という晴れラジオじゃないですか。お、おー、ラジオをすることによって晴れていくと、うん、そうそうそう、うまい、ありがとうございます。イエーイ、プープー、ありがとうございます。さあ、はい、さて、もうそろそろエンディングの時間となってきました。早い早いですね。とっても嫌な気持ちするっていっぱい言ってる間にもうエンディング。やだとっても嫌だマジかよ、おい。まだ来週の金曜日もありますので、まあまあ、ね、はい、うん、はいはいはい、また週末もいろいろイベントあると思いますけど、うん、まあ、またお二人から今月のイベント情報をちょっといただいてしましょうかね。はい、はいはい、じゃあこれね、先ほども言ったんですけれども、うん、すいません、もう一回ね言わせていただきます。7月の14日次世代ユニットライブマンチャーマンチャー、はい、こちらございます。チケット前売り800円、当日1000円、こちらね20時からのスタート、場所はね吉本沖縄花月でやっております。そして7月15日も吉本ウチナーライブというね、うん、若手ネタランキングバトル、こちらもありますのでね、はい、ぜひお越しください。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、では、うんうん、締めていきたいと思うんですけれども、このあと16時から FM 木の湾では、はい、SIR のエナジーチャージステーションという番組をお送りしますので、はいはい、こちらもぜひお聞きください。お聞きください、お聞きくださいね、お願いします。それでは、あれ、あとまだ2分あるな。あ、わかりました。じゃあこれちょっと、うん、俺漫画好きなんで、お、漫画の話していいですか。はい、お願いします。すみません、あのですね、あの本当にこれあまりなんて言うんだろう、少女漫画って好きなんですよ、俺。私も好きですよ、少女漫画、うん、少女漫画、なんだろう、これもう名前出すと、はい、少女漫画なのかな。オレンジってわかります。わかる、オレンジ、はい、わかります、わかります。あれをやばい、いいんで、みんなね、ぜひ読んでください。何、ちょっとね、あらすじ喋ると、うんうん、あ、ネタバレか。そう、あれだけど、うんうん、なんだろう、このね、自分の今現在好きな人がいるんだけど、うん、未来の自分から手紙が届くわけよ。で、その手紙で、この今自分の好きな人は、この未来にはいないよっていう、あらま、そう、お亡くなりになられてるんですよね、うん、それを
本当はこの亡くなってたのを止めれるかもしれないっていう、うんうんうん、あなるほどね、その未来の手紙に基づいてこのアドバイス受けてどうにかこのみんなで試行錯誤しながら、うん、この死なないように止めていくっていう、うん、でねまた切ないというかさ、うん、いいんだ本当にいいですよねあれ本当に私もおすすめします、うん、センチメンタルやな、うん、そして、うん、この中に出てくるスワ君っていう男がいるんですけどこれ漫画で読んでくださいね、うん、漫画スワ君 ありえんぐらいイケメンですからね半端じゃない、半端じゃない、こんな男いないいないって言うくらい、うん、やばいかっこいいからよ。で少女漫画読みすぎるとよくないんですよ ね、 そうですね、期待してしまいますね、こういう男性がいつか自分にも現れるんじゃないかいないいないいない絶対いないからね、絶対いないと思うんですけどいつか現れるんじゃないかと思いますね。なんであんなに鼻ちっちゃくて目でかいばって思いますからねマジで面白い、見てください、はい、お願いします、ありがとうございます、はい、これオレンジってあどうです、もう閉めます、はいそうですね、あお願いしますすいませんじゃあみんなでせーのでバイバイ言いましょう、はい、せーのバイバーイ、バイバーイ、いやチームワークが少女漫画も読むんですね、読みます、意外ですね。じゃあ俺妹がいるんですよ2人、あそうなんだ、そうで漫画が好きなんで